こんにちは、こちらエコカー燃費向上ハイブリッド EV インバーターソリューションのブースです。今回は、デュアルモーター制御も、新製品キットで、世界最高レベルの駆動効率を実現をさせていただきます。まず、こちらの、図を見ていただきますようにマイコン1つでモーター2つを駆動する構成となっております。こちらのインバーターモータードライブ用のモーターそれからジェネーター用のモーターそれから昇圧制御をこちらの、1つのマイコンで実現しております。このマイコンは 850C1H を使っております。あそこの表示は CPU 負荷を表示しております。 850C1H には CPU が2つ搭載されてまして CPU0 にはこちらのドライブモーターとこちらの昇圧制御を実行しております。もう一つの CPU はこちらのジェネーターのモーターを制御しております。 240MHz の CPU を使って2つの CPU が実行しております。それでも CPU 負荷は 40% それから 30% ぐらい。それ以外は他の仕事に、さらに他の仕事を実行することができます。 RH850C1H には EMU というモーター制御をハードウェアで実現する機能が入っております。これをオンにしますとあちらの CPU 負荷がなくなります。モーター制御をしていたソフト処理は全部ハードウェアで実現して CPU は残りの昇圧の制御だけ残っております。だいたい CPU 負荷のだいたい 3% ぐらいで制御できます。で残りは全て他の制御を取り込むことができます。例えば、フェールセーフの制御それから、高圧の DC-DC の制御それから、ビークルコントロールといった車両を制御するようなものそういったものもこの CPU に取り込むことができます。はい、こちらは貴殿一体の SR モーターのインバーターモーターです。貴殿一体といいますとモーターとインバーターを一つに合体させたものになります。それによって今まで間にあったハーネスがなくなり単純にここの電源ケーブルだけでモーターを制御することができます。それから水冷冷却ではなくて空冷冷却にすることでより小さなコンパクトでかつ水冷で必要な冷却機能ラジエーターとかホースとかそういったものが必要なくなります。それから今回は SR モーターでこの貴殿一体を実現しました。 SR モーターというのは磁石を使わないレアアースレスなモーターです。それによって磁石による逆起電力がなくスムーズな制御が実現できます。実際にモーターを回してみましょう。アクセルペダルを踏んでみます。こちらの方に SR モーターの電流波形を表示しております。実際に、音はそれほど大きくなく冷却の音が回っているのはご覧にいただけると思います。こちらの方は温度を表示しております。下の方は IGBT 内蔵の温度センサーを内蔵したものの温度計です。上の方はそれを内蔵しなかった場合の温度です。 IGBT に内蔵した温度を使うことでアクセルペルを踏んだ時のよりリアルタイムな温度を正確に得ることができます。これによってインバーターの放熱器を小さくしてモーターインバーターを小さくすることに貢献できております。